襲撃だ。いや、まだ終わってない。いただくわ、インデガン。神羅転生。オロチマル、遊びはもういいだろう。そろそろ本題に移ったらどうだ。そうね、あわよくばとは思ったけど、そう上手にはいかないわね。ではここからが本題。どう、私を暁に入れてみない？こいつ、さっきも言った通り、今の私は暁に興味がある。なら組織に入ってしまうのが一番早い。戦力としては問題ないって分かったでしょ。俺に負けた奴が何を言っている。私が本気で戦ってないこと、実はあなたも感づいていたでしょ。ち、損はさせないわ。私は必ず役に立ってみせる。必ずね。おい、まさか入れるつもりじゃないだろうな。こいつは暁の情報を盗みたいだけだぞ。そんなことしないわ。私は純粋に興味があるだけ。いいだろう。お前を暁に迎え入れよう。いいのか。こういう輩は野放しにするより近くに置いておく方が都合がいい。それに奴も分かっているはずだ。俺がいる以上好き勝手はできない。ねえ、分かってるわ。どうやら下手な真似はできないよね、当分の間は。ならいい、戻るぞ。彼の顔、どこかで見覚えがあると思っていたけど。運命とは面白い。そう思うでしょう、ジライン。で、メンバー入りしたオロチマルはどんな様子？特に問題はない。おとなしいものだ。さすがのオロチマルもペインに見張られては目立った行動に出られないから。ところでマダラ、先日あなたが連れてきた星垣キサメはイタチと組ませたけど。ああ、それでいい。これから他の奴らも正規のコンビを組ませていく。そのためにも新しいメンバーを呼び込む。次は誰？岩隠れの抜け人レイダラだ。奴を加入させサソリとコンビを組ませる。ゼツ、サソリとイタチ、そしてキサメにレイダラの元へ向かうように伝えろ。了解。暁だ。そんなのオイラには関係ねえ。オイラはアート制作に集中してんだよ。うん、アート。オイラの手で生み出される粘土アートだ。しかもこれは爆発する。その爆発によりその存在を消化させて初めて本来の作品となる。芸術は爆発なのだ。もういい、俺がやろう。やろうって。俺が勝ったらお前を暁へ連れて行く。オイラを
アートを舐めんじゃねえぞ。うん。挨拶はしまいだ。行くぜ。戦闘開始。お前の羽に爆発させてやるぜ。うん。やめよう。オイラの最高にクールに勝つ究極なアート、その身で味わえ。よくしゃべる。まだわからないのか、今のお前の状況が。言葉かけに惑わそうって魂胆。騙されるかよ。騒がしいだけかと思ったが、相応の力は持っているのか。ムカつくぜ。余裕たっぷりのその面がよ。そろそろ気づいたらどうだ。何言ってやがる。意味わかんねえこと言ってんじゃねえよ。まだ甘いな。そら、あれよ、あれよ、そら、そら、おめえ、逃がさねえよ。こちらだ。あれやった。そこか。おお、分身大爆発。分身大爆発。これは何か間違いだ。おや、自分のやつに倒れるのが先か、気づくのが先か、どちらにせよ勝負は決まっている。消えてもらう。あれやった。絶望を与えてやろう。やった。絶望を与えて消えてもらう。つくよ。芸術家の最後だ。せめて華々しく散らせてやる。勝負あり。お前は俺の手の内にいる。元より勝ち目などない。思ったよりやるじゃねえか。けどな、これで終わりだ。うん。よく自分の姿を見た方がいい。現実、いつの間に。初めからですよ。イタシさんのシャリンガンを見たとき、すでにあなたは現実の中。芸術だ。お前の負けだ。くそー。久しぶりですね、こうして全員が集まるのは。今回は一体何の用だ。10人目、最後のメンバーについて目星がついた。やっとか。で、オロチマン。邪神教という信仰宗教があってね、魔族に言うカルト集団なんだけど、つい先日その教団がある実験に成功したという情報が入ったのよ。ほう、一体何の実験ですか。不死の実験よ。不死だと。不死身となった者の名は火だ。
元は湯隠れの忍びだったらしいわ。我々はその被弾を仲間に迎え、オロチマン、カクザ、そしてゼツ、お前たちが迎え役だ。分かった。くれぐれも気をつけて行け。おそらく簡単に言うことを聞くタイプではない。カトン・ズコック。ウートン、大突破。くれたかし、リーダー。くっ、暁月とかそんならどうでもいいんだよ、オラ。殺戮さえできれば他は何にもいらねえ。俺は、俺の思うままに殺戮し、神へ仁王を捧げ続ける敬虔な邪神教徒として、これからもずっと…うるさい。あ？俺はおかしな宗教話を聞きにここまで来たわけではない。不死の力を確認するために来たのだ。あ？てめえ、今おかしなっつったか？真実を言って何が悪い？ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されに。邪神様、見ててくださいね。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃない。面白い。潰れろや、この無神論者が。戦闘開始。ボコボコにしてバラバラにしてやっからな。やっか、こいつは。ほらほら、生きてんじゃねえんだ。とらお前は黙って戦うことができないのか。あの人を残した身がこれほどのやり手はいかがだったの。正確に長いだけどお前になりそうじゃない。誰が、私誰が、俺のすげえ体は、てめえのやわなもんとは違うんだよ。ほう、天才能力は巨大。どうなってもの気になるな。まあ、いいだろ。ブツブツ言ってんじゃねえ。気持ち悪いんだよ。うわ、カトン、ズコック、やったら、気持ちいい。いいぜ、お前の風に。なぜ喜ぶ。やるぞ。はっ、おぉ、カトン、やるぞ。やるぞ。騒がしいお前の口もこれで少しは塞がるか。勝負あり。手がかかるわね。不死の身ならばこの程度のダメージ問題なかろう。
やっちゃったの？いいえ、生きているようね。いってえな、あったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。いや、つうか、さっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば、大好きな邪神様に家を捧げることもできなくなる。けれど我ら暁に入れば身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに暁にはあなたのセンダスとなる者がいる。いろいろためになるんじゃない？俺の？誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん。さて、そろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする？わかったよ。入りゃいいんだろ、入りゃ。交渉成立ね。あなたを歓迎するわ、ヒダン。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。暁は集った。コナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。おのおのの事情を持ち、おのおのが野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの尾獣。苛烈な相手だが、必ず全ての尾獣を集め、我ら暁の大望を実現する。そのための10人。失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。